26、キカベクトルの内積の性質。ここで、内積の性質について調べます。まず、四角1として、垂直条件が内積イコール0。というのを挙げておきます。これは、内積を紹介した時点で示してあり。前の練習でも、垂直だから即、内積イコール0。 と答えています。この垂直条件は内積を利用する目的の大きな部分を占めていますからしっかり理解しておきましょう垂直でない時の内積がどうなるかもここで見ておきましょう内積は大きさ×大きさ ×cosθ ですここでは ゼロベクトルは除いていますから、大きさは正の数です。しかし、コサインシータはマイナスになる場合もあります。具体的には、ベクトルのナス角シータが90度より小さいとき、つまり、A 角のとき、コサインは正ですから、内積は正の値になります。また、 ナス θ が 90° 度より大きいときつまり鈍角の場合は内積は負の値になりますこれを四角1の1としておきますまたコサインの値はス1以上プラス1以下ですからこの不等式の各辺にベクトル a、b の大きさの積をかけると という不等式が成り立つことになりますこれを四角1の2としておきます。この不等式はシュワルツの不等式と呼ばれていますこのうち統合が成り立つ場合を抜き出すと一つ目はコサインが1になる場合なのでシータが0度のときです もう一つはコサインがマイナス1になる場合なのでシータが 180° 度のときです。ナス角が0度というのは2つのベクトルが同じ向きということであり 180° 度というのは2つのベクトルが互いに逆向きだということです。これらは2つのベクトルは平行だ。 ということにまとめることができます。ベクトルの平行条件は、前に、片方が、他方の実数倍で表せる。ということを学びましたが、内積で表現すると、こうなるわけです。性質、四角2。自分自身の内積は、自分の大きさの二乗です。あるいは、 ベクトルの大きさは、自分自身の内積の正の平方根と表すこともできます。自分自身同士のナス角は0度ですから、コサイン0度は1。ということで、こうなります。ここで注意してほしいことは、直接、ベクトル A の2乗という書き方はダメ。ということです。必ず、 大きさをを表す絶対値の記号をつけて、て乗としてください。この内積と大きさの関係も内積を利用する大きな目的となります。ベクトルの大きさは自分自身との内積で計算できるということです。それでは次に内積の計算上の性質について見てみましょう。 四角3内積の計算は交換法則が成り立ちますナス角は順番に関係ないし大きさの掛け算は順序を入れ替えても等しいですよね四角4ですから最終的にはカッコもつけずに K を先頭に置いておけばよい とということになります。一見明らかに見えますが特に K が負の時はベクトル A と B のナス角と K ベクトル A とベクトル B のナス角は異なりますから説明が必要ですまず K が正の時はベクトル A と B のベクトル A と B のベクトル A と B のナス角と K ベクトル A と B のナス角とベクトル A と K ベクトル B のナス角は皆等しいのでベクトルの大きさの性質と内積の定義に素直に従っていけば証明できます K の絶対値は K そのままで OK です負の時は少し複雑になりますが 頑張って一緒に考えてください。K が負のとき、K の絶対値はマイナス K で、ベクトル A と B のナス角を θ とすると、K ベクトル A とベクトル B のナス角は、180度マイナス θ。ベクトル A と K ベクトル B のナス角も、 180度°ータになりますからどちらもコサイン1 8 0 °ータはマイナスコサインシータとして内積の計算に使うことになりますまず k ベクトル A とベクトル B は k の絶対値がマイナス k になりという具合に 倍のベクトル A.B となりますまたベクトル A.K ベクトル B はでこの後は先ほどの計算に合流できます四角の5。 内積は和と差に対して分配法則が成り立ちます交換法則を適用すると右からの分配法則も成り立ちますこれは定義式だけで明らかとは言えませんのできちんと説明しましょうまず内積の定義式を図形的に見直してみます点 B から ベクトル A を含む直線 o a に垂線を下ろしたとき有効線分 OB ダッシュをベクトル B の直線 o a の正射影といいます OB の上から o a に垂直に光を当てたときにスクリーン o a に映る影のようなイメージです正射影の正はスクリーンの正面から 垂直に光を当てる。ということを意味します。さて、ベクトル A.B の定義式で、ベクトル B の大きさかける cosθ に注目すると、これは、ベクトル B の正射影の大きさ、OB' です。したがって、ベクトル A.B は、 線分 OA の長さと OB' の長さの積と解釈できますこのことを踏まえてベクトル A とベクトル B プラス C の内積を考えてみますベクトル A と B のナス角を α ベクトル A と C のナス角を β ベクトル C を平行移動してベクトル B につなげてその和を有効線分 OC とします OC とベクトル A のナス角を θ としてまず内積の定義に従ってでベクトル B プラス C の正射影は OC' ですから o o ダッシ OC ダッシュはベクトル B の正射 AOB ダッシュとベクトル C この場合有効線分 BC の正射 AB ダッシュ C ダッシュの和です括弧を外して2つの項に分けます。 1>, 1項目の OA×OB ダッシュはベクトル A と B の内積に相当します。2項目の B ダッシュ C ダッシュはベクトル C の正射 A でベクトル C を B ダッシュを支点に書いてみるとよくわかる通りベクトル C の大きさ× c o s θ です。したがって2項目は ベクトル A と C の内積に相当しますこれでまず和に対する分配法則が示せましたベクトル B-C に対する分配法則は B-C を B プラスマイナス C として今の説明の図の中のベクトル C をマイナス C だと思えば 説明は同じになりますから。そして、前のボードで確認した実数倍の扱いにより、マイナス C トの内積は、係数マイナス1を前に出して、マイナスベクトル A.C となり、サーに対する分配法則も成り立ちます。これで、四角5が説明できました。 以上の計算上の性質は文字の上の矢印と内積の記号トっとがなければ普通の文字式の展開などと同じ操作ができるのだということがわかります例を見てくださいこのような内積の計算は形は普通の文字式の展開と同じですが書き方は ベクトルの流儀に従わななければなりません。文字の上の矢印はもちろん内積のドットは省略してはいけないしベクトルに直接2乗という指数をつけることも NG ですで結果はこうなりますそれでは内積の性質を1つのボードにまとめてみましょう 内積の性質について、ここに、一覧にまとめておきます。ついでに、ここで一つ、注意しておきます。内積は、二つのベクトルの間の演算ですが、その結果は、ベクトルではなく、一つの数値、スカラーだということを、改めて強調しておきます。そこが、 下方や原法、実数倍という、これまでのベクトルの演算と大きく違うところです。ですから、このような計算はありえないのです。なぜなら、はじめのベクトル A と B は、一つの実数になりますから、それを K と表して、形式的に書くと、となります。 実数 K とベクトル C の内積実数 K とベクトル C のナス角って何ということになります。内積の定義に照らしてありえないですね。ですから皆さん気づいていたかどうかわかりませんが内積には結合法則が出てこなかったのです。 内積をトットで表すとこうした形式的な表記ミスが生じるというので内積をこのように表すという方法もあります2つでセットということなのでこれならベクトルを形式的に3つ以上並べることはかなり防げます高校の教科書ではトットに統一されていますのでこの授業でも ドットでいきますが、くれぐれも下宝のように3つ以上のベクトルを並べたりしないようにしてください。それでは次に内積の計算の練習をしましょう。それでは内積の計算の練習をしましょう。2つのベクトル a。 B の大きさとなす角はこのようにわかっているときに括弧123の計算をします。幾何ベクトルと違ってこのような問題は図を書くことなく計算で処理します。それではまた解答が済むまで一時停止にしてください。それでは。 答え合わせをしましょう。まずはじめにベクトル A と B の内積を求めておきますこれは今でなくても必要になってからでもええのですがカッコ1に内積の計算が見えてますからその計算を途中で中断しなくてもええように元になっているベクトルの内積は 前もって求めておくとええやろと。見通しているわけです。それでは、カッコ1。内積は、分配法則によって、通常の文字式の展開に似た計算ができます。ただし、単なる積ではないので、内積の演算記号である、ドットは、しっかり書いてください。ベクトル A、ドット A は、 ベクトル A のの大きさの2乗です。b b はベクトル b の大きさの2乗です。ここで条件で与えられている値を代入して結果は9になります。2垂直条件は内積が0になることですからこの2つのベクトルの内積を計算します。 条件を代入して、イコール0となればよいのですから、k イコール6となります。淡々と計算するだけです。カッコ3ベクトルの大きさは、2乗にすると内積で表せます。内積にすれば、展開などの操作が可能になります。 絶対値の記号のままでは展開もできずニッチもサッチもいきません最後に正の平方根をとってルート中3になりますところでかっこ3の問題を図にしてみるとこうなりますそして カッ3の解答の式の3行目を取り出します。項の位置を入れ替えて内積をコサインを用いて表すと三角形 OAB における予言定理の式になります。内積の形式的な代数計算が予言定理と同じ計算になっているというわけです。 この授業では予言定理の一部から内積を定義したわけですが、今度は内積が予言定理の代用になるという、なんちゅうか立場が逆転してしまったという感じです。面白いですね。今度は垂直について、 図形に関する問題を練習しましょう。問題を見てください。三角形 ABC で、頂点 A と B から、それぞれ大辺を含む直線 BC、CA に垂線を引いて、その交点を H とします。この時、頂点 C と H を通る直線は、 C の大変を含む直線 AB と垂直になることを示せという問題です。とりあえず一つ。この問題の様子を図にしてみます。この垂線の交点 H は三角形 ABC の推進と言われている点です。本来は各不頂点から 大円を含む直線へ引いた3本の水線は、1点 H で交わり、その交点 H を推進という、という言い方をします。ここでは、頂点 A、B からの2本の垂線で決まる H と、頂点 C を通る直線 CH が直線 AB と垂直になる、という順の話になっています。 さて、図1は A 角三角形の場合で、推進 H は三角形の内側にあります。それに対して図2は C が鈍角の三角形で、この場合は頂点 A から大変 BC そのものへは垂線は引けませんが、BC の延長に垂線が引けます。このようなことも含んでいるので、 問題文では辺 BC とは言わずに直線 BC と言っているのです B からの垂線も辺 CA の延長すなわち直線 CA へ垂線が引けますそしてこれら2本の垂線の交点 H は三角形の外側になります問題に C は90度でない と書いてありますが C が 90° 度だと図3のようになりますこの場合は C と H が同じ点になって直線 CH が決まりませんなので問題では C は 90° 度ではないとしてるのです C が 90° 度の場合は C と H を通る直線は無数にありますが そのうちの1本は AB と垂直になる。ということで問題にある結論は満たすと解釈しますそれでは一時停止にして回答を考えてみてくださいはい回答をお示します。 ベクトルを利用しして証明します。そこでここでは有効線分 AB と AC を共通なベクトルにして解答します頂点 A から直線 BC へ引いた垂線といっても垂線全体を使う必要はありませんその垂線の一部分に有効線分が取れてそれが BC に垂直であればその垂線が BC に垂直ということになります水線に重なっている有効線分としてここでは有効線分 AH でよいでしょう同様に直線 BC と言っても直線全体ではなくその一部である有効線分 BC で十分です有効線分 AH と BC が垂直であれば直線 AH と直線 BC は垂直です。まず有効線分 AH と BC が垂直であるということは AH と BC の内積が0という形で表します。事前に有効線分 BC を有効線分 AC−AB としておいてとなります。 頂点 B から直線 CA に引いた垂線についても同様に有効線分 BH と有効線分 AC の垂直関係で表します有効線分 BH は有効線分 a h a b ですから BH と AC の内積はとなります 1> 丸一と丸二に ah.ac が共通に入っているところに着目して、丸一より、これを丸二の ah.ac に代入して、ab でくくって、ah-ac は ch なので、これで、 CH とと AB がが垂直であることが示せました。なお図4のように各 B が90度の場合 A から BC へ引いた垂線は AB で B から CA へ引いた垂線との交点 H は B と一致するので CH は CB と同じものとなりしたがって直線 AB と垂直になります。 あるいは A と B を入れ替えて A が90度の場合は H は A と同じ点になりますから CH は CA と同じで AB に垂直ですしかしこのケースは今の証明の中に含まれています以上この問題の回答と 図3の場合の説明により結局すべての三角形において各頂点から対辺を含む直線への3つの垂線は1点 H で交わることが証明できたことになります次は立体空間における垂直についての問題です 立体空間内にある3点 ABC で決まる平面 α があって直線 L が α 上にある2本の直線 AB と AC の両方に垂直ならば直線 L は α 上のすべての直線と垂直になることを証明しますまず直線 AB 全体の代わりに有効線分 AB 直線 AC 全体の代わりに有効線分 AC を使えばよいということは前回の推進の問題の時と同様なので気づきますが直線 L はどう扱えばよいでしょうか直線 L 上に有効線分を設定しようとしても始点終点にできるような点は何もありませんまあ平面ァとの交点という 説明の1点だけではゼロベクトルでない有効線分がうまく表せませんしかし視点終点を明記しなくても有効線分を設定することは可能です視点終点を特定しない有効線分は小文字1文字の名前をつけておけばよいのですねまた平面の世界と違って 立体空間の世界では垂直な関係にある直線同士が交わるとは限りません。垂直であることと直交するというのは同じではありません。ついでの話をしておくと、交わらない二直線が平行とは限りません。一般に平行でなく交わらない二つの直線はねじれの位置にあるといいます。 さて、前説が長くなりました。ここらで一時停止にして解答してみてくださいそれでは回答です直線 L に重なる1つの有効線分を考えそれをベクトル V としますまず直線 L と直線 AB が垂直ですから。 それぞれに重なっているベクトル V と有効線分 AB も垂直です。したがってその内積は0です。L と AC についても同様にベクトル V と有効線分 AC の内積は0です。さて平面 α 上の任意の直線 M において。 それに重なるベクトルをベクトル P とすると、ベクトル P を点 A が支点になるように平行移動させることで、有効線分 AB と AC の一時結合で表されることがわかります。つまり、適当な実数 S と T を用いて、と表すことができます。そこで、ベクトル V と P の内積を作るとという具合に0になります内積が0なので V と P は垂直ですしたがって VP を含む直線同士も垂直ですこれで問題の証明は終了です直線 L が平面 α 上の 全ての直線に垂直直であるとき、直線 L と平面 α は垂直というのですが今ここで証明したことによれば何も平面上のすべての直線と垂直であることを言わなくてもそのうちの平行でない2本の直線と垂直であることが言えれば直線 L と平面 α は垂直だということができるということになります。 キカベクトルは平面の世界と立体空間の世界とで同じように扱うことができるのですが平面の世界と立体空間の世界との違いもちょっとずつ感じてきたところでしょう。ここまでの知識で教科書や問題集の中の数値を括弧でくくった座標のような表現が出てこない問題にはチャレンジできると思います。 頑張ってください。以上で高校のベクトルの第1章を終わりにします。